こんばんは、こんばんは。ゆうさん、レインボースターありがとう。ジョンボナハジャさん、レインボースターありがとう。こんばんはよ。髪めっちゃ伸びてるね。めっちゃ伸びたよね。めっちゃ伸びたねって言われるんよね、メンバーにも。髪伸びました。そう、バグっていいじゃんがマリアちゃんと同じ。そうなんですよ。いや、あの誰も一緒でしたしね。あの時まだちっちゃかったですもんね、マリアちゃん。あの側転とかして、側転だっけ、側転とかしてたよね。めっちゃ懐かしい。ミレンちゃんの声を聞いて猫が携帯のそばに来たよ。猫本当に飼いたい。そう、虫かごも一緒だった。マリアちゃん、ゆいなちゃんもいずれ先輩になるんだよな。想像できなすぎる。今6期生だから、十何期生とか入ってくる頃にはもうさ、先輩じゃん。バリバリ先輩な立場になってるじゃん。なんか不思議だよね。ゆいなちゃんが引っ張っていってる姿を見たら、ね、大きくなったねってなるだろうね。こんばんは、こんばんは。はい。大人になったよね、マリアちゃんね。ミルンクラゲさん、レインボースターありがとう。なんか寒、もうさ、めっちゃ寒くなりましたよね。ちょっと前まではまだ大丈夫かなぐらいの寒さで、その次にめっちゃ寒くなくて暑い時が来て、で今また寒いっていう。もうどうなってるんですか。暖房いつつけるんだろうね。まだね、まだ耐えれるからつけてないんだけど。キアラさん、レインボースターありがとう。朝雪降ったよ。雪、そりゃ寒いだろうな。ミルンちゃんは最近何時に寝てるの。最近割とでもすぐ寝たいって気持ちがあるから、割と早めに携帯閉じて寝る努力するんですけど、なんかやっぱ寝つけなくてなかなかね、すぐに寝るっていうのは難しいけど、でも朝まで起きてるってことは前ほどなくなりましたね。昼夜逆転とか。ここ最近美咲ちゃんがたくさん公園出てていっぱい見に行けたから、しばらく会えないの寂しいね。しばらくは公園ないですけども、いや、周年終わってまた公園が始まったら
その時は待ってます。いつも公園来てくれてありがとうね。そうです、コンサートがもうすぐあります。ついに11周年です。いやー、11周年ってすごいですね。28日夜コース、夜コンサート行くからそこまでの進歩だ。モチベで頑張りましょう。公演お疲れ様でした。ありがとう。来月公演いっぱい行くね。待ってます。もうね、来月はね、今年最後の1ヶ月ということで、今年の私は、ね、もうすぐ見れないっていう状態になるので、たくさん待ってます。今年の私を見に来てください。とね、21歳の私を見るのももうだいぶ少なくなるっていう時期なのでね。公演とコンサートで緊張感とか全然違うのかな。緊張感とか感情とか、なんだろうね、気持ち面は全然違うと思います。やっぱいつもやってる曲だとしても演出とかが違ったりすると、慣れてないから、一回きりじゃないですか、だいたいね、コンサートって一回きりか、まあ夜公演もあったらまあ2回なんだけど、だいたい数回じゃん。公演は何回も何回もやるから慣れていくんだけど、やっぱりコンサートはそういう面で緊張すると、気持ち的になんか人が多かったり、まあ人が多いっていうのはもう全部に言えることなのよ。客席だったりステージだったりスタッフさんだったり、もう本当にいろんな方がいらっしゃるわけじゃないですか、全部合わせてね。だから結構こう心の中が忙しいっていうか。もぐもぐさん、レインボースターありがとうございます。かむさんじゃ。デビマルさん、レインボースターありがとう。演出家の方もいらっしゃいますしね。うん、やっぱね、緊張しますね、そういう面で。ファンの方から見られるのはそんな緊張するっていう感じじゃないんだけど、スタッフさんとかがねいらっしゃいますから。ひんよさん、レインボースターありがとう。TGC なこちゃんもいるからほっとしそうだね。ねなこちゃんもいる。 HKT いっぱいになるね。カーレッジさん、かわいいアイテムありがとう。こんばんは、こんばんは。本当に本当に本当に楽しみです。 TGC配信がねあるということで、皆さんぜひ見てください。フォトタイムにゆいなだよポーズ可愛かったね、ゆいなだよしたね。お手手が本当に可愛いのよ、ゆいなちゃん。まだね、赤ちゃんのねお手手してる。こんばんは。チェンソーマン芸人は録画してるよ。え、それ何時からなんだろう。何
んか後でなんか TVer 的なやつで見れたりできないのかな。アメトーク何時からだ。昨日生まれたばかりだよね。本当にゆいなちゃんは赤ちゃん。マリアちゃんのお尻触りたいと言ってたけど本当に触ったの？いや触ってないですよネタです。今から、え、今始まったの？あのね、エレだったかな、エレかユナちゃんか忘れたけど、その私の隣っていうか前に、私の前に自己紹介 MC したメンバーがなんかそういうお尻がどうとか触るみたいな話をして、それにこう乗っかって私もね、あの言いましたね。でも実際いつもお尻触ったりしてないですね。あのなんかそういうじゃんウェーみたいな感じでね、あのお尻触ったりするメンバーとかもいるけど、私はそういうのしたことないね。そういうキャラじゃないっていうアメトークないのか TVer、 残念すぎる。ヘタングッズシンプルで可愛いね、楽しみね。本当にシンプルめなので、パーカーとか着たら多分普通のあのなんだっけ、普通の白 T に見えるかもしれないね。よしこっこくん、ガラスの靴のアイテムありがとう。 TVer じゃなくてテレサであるみたいで、テレサって読むか分かんないけどであるみたいだよ。え、じゃあそれで見よっかな。普段使いできそう、嬉しい。でもさ、後ろにさ名前とかさ書いてるから、なんかあの普通に普段着てたらさオタクだなってさバレちゃうからさ、あの後ろのデザイン結構主張強い、強めだからさ難しいよね。先も普通に着たいけど自分の生誕 T 着てるしみたいな、名前めっちゃ書かれてるよみたいな。そう、イニシャルロゴ、そうなんですよね。あとはあれ見なきゃ、録画してるけどまだ見てない、ユニも奇妙な物語。あれね、もう何日か前だよねでもまだ見てないんだよね。だから早く見たいんですけどもまだ見ていないんです。そう、後ろのデザイン必要つ、エレミルンついにチーム分かれる。そう、なんとなんとなんとって言うほどでもないかもしれないですけど、チームがね違うくなるんですよ。でもまだ実感湧かなすぎて、新しい新チーム、あの なんていうの新チームでいいのかなになるのがまだなんか実感なくて、全然ね、あの離れるの寂しいとかまだそういう感情になっていないのよ。多分こうチームがね新体制になって、あ、新体制だ、新体制になってこう会えない、あんまり会わないメンバーとかが出てくるじゃないですか、チームが違うと。そしたらさ実感してさ、実感っていうかもう新体制始まってるんだけどね、 その頃は。そしたら結構寂しいってなりそうだよね。
と一緒だったからさ、特に同期とは。ねえ、後ろもデザインできたらめっちゃいいね。家族が選択するたびにみるんちゃんの年齢を把握してるとは思う。確かに。あ、何歳になったんだなってね、家族にも。ユニモの加工のやつで好きな話とかある？あー、あのね、あれはマジで怖かった。不気味すぎた。あの、目覚ましたら箱の中に閉じ込められてて、出して出してって言うんだけど思いが通じなくて、で最終、あ、でもこれ普通にネタバレになっちゃうんだけど、みんな大丈夫かな。一応大丈夫？言っちゃっても大丈夫かな。最終的にその箱に入ってるわけじゃなくて、実はもうあの病気か事故か、それは忘れちゃったんだけど、なんかもうその女性の方が、主人公の方が植物状態になっちゃって、もうね、あの意識はあるんだけど声とか出せないじゃないですか。だからあの一生懸命脳内で語りかけて、こう出して出してって語りかけてるのに思いが通じないっていうので、あの箱に入ってるみたいに思ってて、なんか勘違いしてたっていう、なんとも恐ろしい植物状態になってるのに、実はこう箱に入ってるってその女性の方は勘違いしちゃってて、永遠に抜け入れない箱みたいな、とてもねゾクッとして、そんな結末だとはって。もう一回見たいね、あれ。あ、ひんよさん黒のハートありがとう。今日は黒の服だから黒のハートが作れる。そう、最後にね気づくやつだもんね、世にも奇妙な物語。金縛り合うとそんな気分。え、わかる、抜け出せないみたいな感じになるよね。めっちゃわかる。ユニモでさえ怖くて見れない。ありゃ絶対にホラー系はたまにあるけど、あれは絶対に見た方がいい。面白いから見てほしい。でも確かに不気味でちょっとこう心に残るものがあるのは確か。金縛りになっても抜け出せる技を身につけた。あー、すご。でも私も結構抵抗しますね。昔やってた懲役3
30日が未だに止まらうま、それはどんなやつだっけ、見たことあるかな、あんま題名覚えてない。あとあれもだね、あれだちょっとあれだね、ショールームとかで言ってはいけないやつかもしれないね。あの人生やめたくなっちゃって、まあ人生やめようとするじゃん、試みるじゃないですか。だけど虫取り網みたいなので保護されちゃうんです。それでその人生終わる時まで、あのずっと実験とかに使われるっていうやつも怖かった。ちょっと結構オブラートに包んだっていうか、あの表現変えて言ったから何の話みたいになってるかもしれないけど、そういうのもあったよね。よしこうくくん、レインボースターありがとう。冷蔵庫を閉じ込められるやつってこと。お店のやつだよね。お店で働いてて、スーパーかなんか働いてて、その冷蔵庫的なでっかい、その食料がね置いてある場所あるじゃないですか。そこに閉じ込められてみたいなやつだよね。でもあれも結構お家悲しかった。だって救いがあると思って、ハッピーエンドだと思ったらなわけなかったみたいなね。昇格さん、タコありがとう。タコ、あの今懲役30日のあらすじを見てたらめっちゃ真剣に見てた。怖そう。ちょっと見たけど、どっかで見れないかな。なんかね、 TVer で見たら、検索したらちょっと昔のやつが配信されてて、ちょっと見たいな、見たことないやつ見ようかなって思った。あにゃんせよ、あにゃんせよ、あにゃん。あとで調べよう。絶対ね、これは見応えあるやつだって思った。いろいろあるよね。でもマジでホラー系のやつは嫌だ。ホラーは世にも奇妙じゃない。なんだろうね。ちょっとコンセプトからそれてますよみたいな。それは本コアでやってくださいと思ってしまうくらいの怖さ。だから私はそのホラーよりは嫌です。本コアは無理です。寒気がする。ティーボーあったんだよね。いくつか。そう、ホラーはそんな好きではない。ホラーよりちょっと考える系、後味悪い系が好きですね。後味悪いっていうのは、その結末がよくわからなくて自分でこう調べる感じ。
調べる考察。そう、本校は本当に無理。懲役30日マジで後味悪いな。覚悟してみた方がいい。マジですか。ホラー系です。ホラー系ではない。その人間が怖い系は面白くて好きですね。ホラー一人で見たら、いや、ホラーは見ないですね。ホラーは見ないですね。リテールライブだから。ああ、なんか前も教えてもらった気がするけど、でも確か有料だったような。犬鳴き村の時怖かった。あれはやっぱりびっくりするシーンが多い。あと本当にあるところだからより怖くなるけど、そのね、キャーってはならなかったんだけど、後からお家とかで思い出して怖かった。今清さんって知ってる？なんか怖そう。なんかね、結構有名だよねそれ。でもあんまりわかんない。でも怖そうだから説明しなくていい。私も友達に連れて行かれてみて、怖すぎてずっと真裏でから隠してた。いや、あれはね、本当にね、びっくりするってお化け屋敷みたいな感じ。怖いよね。アスっていう映画あるんですけど、それ見に行ったんですけど、それはね、割とね、世にも奇妙な物語系で割と怖いです。皆さん見たことあります？あれ怖いですよね。と言ってたら、そのコメントが、みるんちゃんが前見たアスって映画の監督の新作この前見たよね。たま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 すぎる。それも同じ感じなのかな、その新しい監督さんの新しいやつ。どうなんだろう。なんか今日は木曜日、もう木曜日なんて信じられなくないですか？今週も終わりますよ。なんかさ、明日からも頑張りましょうみたいなと話した記憶がある。だからそれからね、何日も、もう一瞬で経って木曜日、早い。本当に時間
間が経つのは早すぎます。だってもう40分だ。40分経った。あと1ヶ月半で年末です。本当ですよ。年末来ますね。早い。今年はハウステンボスなんでカウントダウンさせていただきます。ダーン。皆さんね、お越しになられる方はとっても寒いので、ほんと防寒対策をしてきてください。もう風邪ひいたらお正月から最悪ですからね。もはや風邪ひいてるのか分かんないかもね、寒すぎてね。アスノ監督の新作はノープってタイトルで怖さもあるけど不思議な感じもあって面白かったよね。不思議な感じなら見たいね。絶対寒いよ今年も。もうカイロ張りまくって頑張りましょう。前髪あんまりうまくいかなかったんだよね。このぐらいの方がいいかな。風邪ひいちゃダメだよ。そう、皆さん本当風邪ひかないように気をつけてください。私は風邪はマジでひかないので。油断したら風邪ひくよとか言われるけど、油断したところで大丈夫なんですよね。逆になんでっていうね。本当に体丈夫すぎ。昔から熱とかも出さないし、熱出ないし。熱出るって言うけど、熱出るってなんか変だね。熱が上がるのがいいかな。何の話って感じだけど。風邪ひかない秘訣、何なんだろうね。もう遺伝だよねきっとね。風邪ひいたこと、何だろうね、あるのかな。ちっちゃい頃とかあるんかな。でも本当に風邪ひかないし、インフルなったことないし、コロナもないし、なんかわかんないね。多分祖母もう強いんで、その遺伝かもしれませんね。インフルのお兄ちゃんの隣で寝てたけど大丈夫だったね。エピが好き。そう、マジで、その時小学生とかだったかな。インフルなって兄弟が行ったとしても大丈夫っていうね。だから看病とかバリできると思う。みんなインフルになったら看病しに行きますね。看護師かい。いやでも小学生の頃看護師さんに憧れてましたね。看護師さんになりたいって将来の夢の
作文書かないといけない時に看護師さんになりたいって私が書いてました。だからもし入ってなかったら、そういう、そうやって看護師さんのになるための勉強とかしてたんかなしてたんかな。そう、でも小学生の頃だからまだ、その高校とかで大体そのなんだろう分野の方に行ったり、大学になってそっちに行ったりってあるじゃないですか。でも小学校の時だからまだ看護師さんになりたいなって思ってたのがだからさ、全然もうさ、看護師さんになるための勉強とかそういうのはしてないから、ただなりたいっていう憧れがあったですね。すごく大変ですよね。アイドルになれる確率って低いからすでにすごい人生だよね。あ、どれくらいの確率なんだろう。医療従事者の人には感謝です。本当にそうです。感謝しかない。看護師は夜勤があるからね。夜型だからさ、夜勤とかしてみたいけど怖そう。いろいろあるじゃないですか、エピソードとか、その夜勤のエピソード、そういうの見るとやっぱりちょっと無理かも。H さん合ってるかな。レインボースターありがとう。よしこっこくん、魔法のステッキありがとう。あと10分だ。なんかお話ししたいことがあれば無理なんかいそう。ほら、H さん、レインボーさんありがとうね。夜勤と昼勤が交互に来るから大変だよ。あー、確かにね。でもアイドル活動も、あ、アイドル活動に限らない、芸能活動も結構その日のお仕事で、昨日は夜までだったけど今日は朝からでみたいな。だからそれも夜勤と昼勤、昼勤って読むんかなわかんないけど、それみたいな感じで、どこのお仕事も結局は大変なんですね。みどりさん、レインボースターありがとう。四国くん、黒のタコありがとう。そう不規則。でも看護師さんはね、ずっと
立ってね、患者さんのとこに回ったり、なんかこうレポートっていうのかな、とかし、なんか書いたりして大変そう。どれも大変。みんな本当毎日お疲れ様です。公園のお見送りで毎回言いたいんだけど言えないこと言います。大好き。嬉しい。言ってね。ミレンちゃんから見てアイドルってどんな方に向いてると思いますか？なんだろう、ポジティブな方かなって思いますね。やっぱり笑顔と元気と勇気を与える存在はポジティブな思考がないとできないんじゃないかなって思います。先の表情が好き。嬉しい。アイドル休みの予定が立てられないから大変そう。やっぱりね、旅行とか行きたくても前々から予定を立てるっていうのが難しいからさ、そこはあれだね、ちょっと不便かなって思うけど、でもそれがこうお仕事だから、旅行とかしたいときはあ、この日行けるかなみたいな感じで立てますね。いけなかったらもうしょうがないって感じで、もうひたすら祈るんですよ。この日休みでありますようにって本当にそういう時に限ってあったり、次は頑張って言う、ありがとう言って、見送りの時に名前言ったら気づいてくれたりするかな。名前を覚えてる方は言ってくださったら、ああのって思いますね。あの何々さんねみたいな感じ。これスクランブル出演もあったもんでね、本当に呼んでいただけて光栄っていう思いでしたね。気持ち優先でしたし、公演に出させていただくの本当ありがたいことでした。お見送りやボードでメッセージ伝えるのあり？あり。やっぱりね、なんて言ってるか聞き取れない場合もあるから、こう流れって言っちゃうからね、そういうのはすごくありがたいです。あーってもう見ただけでわかるから。遅刻しました遅刻だぞー。みるんちゃん見ると毎日元気もらってる。嬉しい、ありがとう。こちらこそです。みるんちゃんの存在は神からの最高の贈り物だと思う。そんなことない。お見送りでアクリル板はなくなったの？お見送りはないですね。あと5分だ。いつの間にか生誕 T シャツ着てると気づいてくれてるし、やっぱりうちわとか生誕 T とか着てくださってるの見ると、私を見に来てくださったんだって分かって、思い切って手振れますね。見たことあるっていうか、握手会とかね、来てくださるファンの方いらっしゃっても、うちわとか T シャツ着てなくて私のことを応援しに来たじゃないかもしれないってこう不安になっちゃって、違ったらどうしようって思ってこう普通に手振っちゃうんだけど、覚えてる方は覚えてますからね、ちゃんとね。戦
ったグッズ、私のグッズじゃなくグッズを身につけてなくて、こう何そのまま、何だろう、何のグッズもつけてない、うちわも持ってないとかだったら、本当に本当にっていうか、何だろうね、私なのかなみたいな感じで分かんなくて、とりあえずこうしてるけど、でも覚えてないわけじゃないんだよね。なんか申し訳ないじゃん、他のメンバーを見に来てたら。公園で美咲ちゃんをたくさん見てた、嬉しい、ありがとう、頑張るね。そろそろランキング読みたいと思います。今日のランキング13位、ケイイチさん、12位、マットさん、11位小崎健さん、10位正おじさん、9位よしこっこくん、8位ひんよさん、7位髪ふさふささん、6位めおいさん、5位りゅうさん、4位めおいさん、3位黒はやくりうどんさん、2位みどりさん、1位もぐもぐさん、ありがとうございます。今日もありがとうございました。わんじゃあじゃあよ、ありがとう、すごいっすよ、みんなお疲れ様でした。明日は金曜日です。1週間の終わりです。1週間の終わりっていうか、お仕事が金曜日までの方だったら、金曜日頑張れば土日お休みということで頑張りましょう。土曜から出張だ、頑張って。 DGC 楽しみですね、楽しみ。おやすみるん、おやすみるん。見に行きます、待ってます、楽しみ、楽しかった、ありがとね、 TGC 頑張ります、おやすみなさい、ありがとう、また配信するのでその時はよろしくお願いします。なんか話すネタがあればいいです、私本当に全然話すことが今日なかった悲しく、写真ね、そう写真たくさん撮らなきゃね、 TGC の